皆さんこんにちは。レック専任講師弁理士の納富です。納富式2年目以降の学習法、有限の可視化で担当&論文一期合格を目指すについて、今日はお話をしたいと思います。本試験の結果を踏まえまして、2年目以降に、突入するですね、受験生の皆さんに、どういった勉強法が、望ましいのかということですね。それについて、コースの内容も踏まえまして、お話をさせていただきたいと思っています。まずですね、ちょっと画面の共有をさせていただきたいんですけれども、一期合格コースということで、そうですね、こういったコースをですね、用意しているわけなんですね。で、この中に、いくつかその私の方で、皆さんにこう お伝えしたいことがですね、入っているんですけれども、まずこの一番上のところの、担当&論文並行学習というところですね。昔は、担当の勉強と論文の勉強ってちょっとこう分けて考えてきたところがあるんですね。と言いますのは、担当で出たことは、逆にこう論文で出ない、で論文で出るところは、担当でちょっと出にくいみたいな感じで、あとその口述も踏まえれば、その3つのその試験っていうのはそれぞれ、その求める力が違うっていうだけではなくて、出される範囲にも割とこう住み分けがなされてきたんですね。でも平成19年のこう免除制度ができてからは、担当的な問題が論文でよく出だすようになったし、で論文で聞くようなことをわざわざ担当で出るっていうこともあるんですね。ですからその担当の力が割とないと論文は受かりにくいし、で逆に言うと担当試験で点数で言うと45点ですね、45点超えてくると論文の通過率は8割超えてくるんですよ。ですからその担当の力こそがその論文には必要だということが言えるので、担当の力がある人が論文が受かりやすいってことは、逆に言うとですね、免除の方よりも担当を受ける方の方がその論文試験に関しては有利な面って結構あるんですね。でもちろん有利な面だけではなくて、やっぱり免除の方の方が強い面もあります。でそれは何かというと、やっぱりわずかながらでもその担当試験では出しにくいことってありますよね。一番典型的なものは趣旨問題ですね。趣旨問題なんかはやっぱりその出しづらいですよね。どうしても論文マターっていうことになると思います。でそういった担当の勉強が必要なく論文に集中できる免除の方っていうのは、やっぱりそういう趣旨問題なんかにも避ける時間が多いですので、そういった問題に関しては確かにね、免除の方の方が強いと思うんですね。だけども、それ以上にですね、その担当の勉強がその論文につながっていくっていうところのその問題が多いので、なので、担当試験を受ける方がですね、必ずしも不利とは全然言えないんですね。むしろ有利な面が結構あるということが言えるかと思います。で、あとはですね、その免除の方は免除の方でやっぱり今言ったような傾向があるので、担当知識をちゃんとメンテナンスするっていう時間をあえて取らなければやっぱりその担当受験される方に追い抜かれてしまいますので、しっかりそういったことをですね、こうまず頭に入れながら勉強してほしいと。だから今そのパンフレットに書いてることは必ずしもその担当受験される方だけの話ではなくて、免除の方もやっぱ担当の勉強を意識しながらこうハイブリッドでやっていくということは必要なのかなという感じなんですね。で次に、この真ん中に書いているところなんですけれども、これはですね、インプットのちょっとコツみたいなところがあるんですけれども、その条文知識をこう点在した条文知識を関連して線へ、でそしから面へっていうふうなこう書いてるじゃないですか。でこの担当で出るのはこの2つ目ぐらいまでですね、その点在する条文の知識から繊維にこう結びつけていくと、例えばですね、
補正の問題っていうのって何条も浮かべます？補正の問題だったら、うん、補正って、まあ、メインになるのは17条の2だと思うんですけど、実際は17条から補正ですよね。17条の5まで補正ですよね。ですから、まあ、その範囲で問題が結構作られるんですね。だけども、やっぱりその点の勉強してると、そのあたり、例えば17条と17条の2の違いっていうところがちゃんとその紐づいているかってことですね。17条は事件が特許庁に継続している場合に限り補正をすることができるんだというふうに書いてあるわけですよね。だけど、正し書きのところで、その明細等の補正に関しては、以降の条文によるんだよってことを言ってますから、結局17条の中から、その実態部分、明細等の補正の部分とかを全部引き算すると、何が残るかって方式ですよね。だから結局17条のその、要件っていうのは方式補正に当てはまっていく、まあ、方式補正で使っていくんだということが分かるわけなんですね。だからそういったあの17条に以降のところもやっぱり関連してくるから、まずそこを紐付けて線にしとかないといけないよねっていうところがありますね。でもっと言うと17条の、まあ、17条から17条の5までで問題文が作られるとは限られず、補正却下の53条とかも関わってくること多いじゃないですか。でもっと言うと50条の2が関わってくることもありますよね。要は最初の拒絶理由なんだけども、50条の2が来ると最後と同じ補正制限が課せられますから、そういうところもちょっと踏まえて補正の問題で出てくる可能性もあるわけですよね。ですからやっぱりそういったその点在する条文をですね、今のその図のところにあったように、やっぱりこうちゃんと少なくとも線にしとかないと担当試験で1点取れない。点だとやっぱり1点取れないんですよ。だからここまでやっぱり紐付けてやっておいた方がやっぱりいいよねと、1点取れるよねっていうところも担当の勉強のコツであるんですね。だけどその初学者だとやっぱりそのベーシック生なんかだとですね、前からやっても全部新しい条文なので、結局17条の5まで来た時に53に飛べないんですよ。まだその間の条文やってないから。なのであの中上級ならではですよね、この線で勉強しやすいっていうのは。なので、まあ、そういったところをちょっと気をつけながら中上級やっていきましょうっていうところがあります。あとはこれ、まあ論文用のインプットのコツなんですけれども、まあ、なんかこう知ってますよっていうことがちょっとぼやっとあると、でも実際それ自分で論文で書けないとその論文だと点数にならないわけですよね。ですからきちんとこうまとまったもの、インプット用のツールがあった方がそのふわっとしたものを固めやすいということがあるので、こう書ける知識に移行させていくためのツールとして、まあ、コースの中では N フィリングシート、しかもミニというあの持ち歩きができてかなり簡潔にしたものですね、それも使っていきましょうというような感じです。でそうするとその書ける知識に移行する、まあ、いわゆるそのツールがね、あのそれを書ける知識に移行しやすくなるということですね。あとはあのプラチナスケジュールってこれ書いてあるんですけれども、あの、まあ、ベーシック生うちのクラスで過ごされた方は、まあ、おなじみだと思うんですが、やはりですね、そのやらなきゃいけないことが見える化されているっていうことが私はすごく大事だと思っていて、なんとなく今日はこれをやろう、なんとなく次明日はこれをやろうだと、やっぱ本試験までにうまくですね、それがあの終わりきらないとか、うん、必要なところがやっぱ薄くなってしまうってことはありますよね。だからやるべき順番とか量とかも含めてこのスケジュール通りにやっていただくことで、あの必要な量があのきちんと入っていくというような感じになっています。で右側のこの N プロジェクトシートは条文の読み込みシートですね。要は条文のどの部分を覚えておかなきゃいけないのか、チェックすべきなのかってことの指示シートなんですけれども、これねちょっと注目してもらいたいのは、あの担当論文と両方入ってるんですよ。だからさっきこの冒頭でこの担当と論文の並行学習の話をしたように、結局ねやっぱり免除の方も担当の勉強しとかないと受かりにくい時代ですから、そういう意味で N プロジェクトシートもあの担当受験される方ほどの量じゃないです。かなり抜粋したあの簡潔になっているものではあるんですけれども、
簡単なものをですね、免除者用にも用意してますので、それを使って担当フォローをしていただくことで、その免除のデメリットっていう部分をですね、ちょっと補填できるかなというふうに考えています。それが今の試験制度に対する勉強法として大事なところですね。で、テキストの見本はその紐付けの部分、点から線にするっていうところを特徴にしていますので、そういったところをちょっとこう見ていただければなと思います。はい。あとですね、皆さんに2年目以降の勉強のところで、最近のちょっと本試験の傾向についてお話ししておきますね。それが、おそらく、その試験対策としてですね、有効なんじゃないかなと考えてます。今私がこう話をしているのは、担当も論文もまだ終わってない時期なので、もちろん令和4年の試験が終わってみないとですね、今年大きく変わるっていう可能性もゼロではないので、もちろんそこはまたガイダンス等々でお話しすることになるんですけれども、今のところですよね、ここ近年の本試験の傾向というものはおそらくそんなに大きくは変わらないかなと思ってますね。で、特にその採点基準のところは昔から変わってません。試験傾向がだいぶ変わってはきていますよね。やっぱり3年ごとにちょっとこう車みたいなもんですよね。マイナーチェンジがちょっとあって、でもすごい大きなこう、ね、チェンジはそうそうないんだけども、3年ごとぐらいにこうマイナーチェンジがあってっていうのはね、なんか車みたいなんですけれども、本試験はですね、そういうふうにちょっとずつやっぱりこう傾向が変わってる。それもやっぱり試験員の先生が任期が2年なんですね、試験の先生ってね。で、2年で更新される方もいらっしゃれば、それでも引退される方もいらっしゃるので、先生によるんですけれども、やっぱりそこでなんかタイミングよくですね、大きく先生方のメンツが変わった時にやっぱり結構ね、傾向が変わるんですね。で、最近で言うとね、3年前ぐらいにちょっと大きくそのメンバーの入れ替わりがあったんですよね。で、その時から、何がちょっと変わったなっていうふうに感じてるかというと、措置問題なんかで顕著なんですけど、たくさん書かせないんですね、措置を。なんかこう絞ってきてるんですよ。で、典型的なのは商標法ですよね。だからここ近年なんかその商標法ってすごくその聞いてる論点が狭くて、で、聞かれてることももうはっきりしてるんだけれども、じゃあどこで差がついてるのかちょっと分かりづらいっていうね、そういう傾向にあるんですよね。だから商標終わって帰ってきたら、去年もそうだったんですけど、今年で53条の2ですよねっていう感じで言うんですよね。で、それだけしか書かなかったんですけどっていう感じで不安そうに思って、それそりゃそうですよね。で、それだけしか書かなくて、それ外れてたらもう一発アウトじゃないですか。だからすごくそれで不安に思うというのは当たり前だと思うんですよね。で、それで正解なんですけれども、じゃあみんなが53の2だって気づいてて、じゃあどうやって差がつくんだろうって皆さんおっしゃるんですけど、でもね、実際出来上がってきた答案を見ると割と差があるんですよ。で、どういう差があるかっていうと、まず一つは余計なこと書いてる。だから53条の2ですよねっていうのはみんな口揃えておっしゃるんですけど、それはメインだっていうのは分かってるんだけど、不安なもんだからなんか他の措置とかも書いちゃってるんですね。53条の2以外の、去年だとね、何だったかな、無効審判とかそんなの挙げてましたかね。なんかね、そういう聞かれてもないことも書いてるんですよ。で、それは大把握ミスなんですね。やぶへびになっちゃう。加点を狙ってるんだろうなと思うんですけど、加点ってすごく難しくて、書きすぎると1点減点になるんですね。1点で1点という意味じゃなくて、1点してしまうってことね。1点してしまって減点になるんですよ。で、そういうのって、ものすごくやっぱり高度な技ですよね。その聞きたいことはこれだろうっていうことが分かったら、それをしっかり書くと。で、聞かれてるかどうか分からない、聞かれてなさそうだけれども自分はこれも気づいたぞみたいな、そういうちょっとこうアピールみたいなのって逆に試験の先生からすると鼻につくんですよ。
採点者の立場に立つと分かるんですけど、間違ってることを書いてるわけじゃないんだけど、いや聞いてねえよっていうね、そういう答案って結構あるんですね。で、その間違ってないからいいだろうっていう考え方はやっぱり間違ってて、だから私水道橋にもいろいろこうね、ルゼミの先生とか口述の先生とかもいらっしゃるじゃないですか。で、ほぼうちの教え子なので、逆に私からすると言いやすいっていうのもあるんですけど、結構私はっきり言うんですね。間違ってないからって言って点数つけちゃダメだよと、安易に。要は何でもその間違ってるわけじゃないからってそこに点数振る人いるんだけど、それはやっぱり考え、今の試験傾向に合わないと。明らかにやっぱりそういう再現答案とか見てるとですね、論点外してる人なんて今あんまりいないんですよ、そのメインの論点を。それなのに、じゃあ本試験でなんで差がつくのっていうと、やっぱりそういう余計なことを書いてくるかどうかっていうのも一つのミスではあるんですね。確かにその問題文からはこうとも読めると、でも要件は全部揃ってるわけじゃないんですよ。でも一つ仮定すれば書けるだろうとかですね、明らかに聞いてるのはこっちだろうと分かってるんだけれども、なんか書きたいんでしょうね、で書いちゃったみたいな。で書いちゃったじゃやっぱ済まないのが今の本試験です。でやっぱりね、そこ仕方がない部分もあって、昔は私たちが受かった年、その今、講師をしている先生方が受かった年って、割と取り得る措置みたいな聞き方、だからたくさん書けみたいなね、そういう時代で合格されてきた人多いので、やっぱりね、その感覚が抜けないのかなと。だから取るべきと取り得るは違うからね、聞きたいことが。だから能力も違いますから、取り得る措置を書ける人と取るべき措置を書ける人というのは求める能力も違うからね。ですから、そういう意味で、ちゃんと絞っていける人、聞いてることを、話が通じる人が、やっぱり今受かっていくのかな、そういう人を求めてるのかなと感じますよ。で、じゃあ、その一つ絞れたら、じゃあ、あと何が求められるのって、差がついてるのは何なのっていうと、2つ目は、その充実度ですね。要件を落としてないか、効果を使ってちゃんと理由付けを書いているかどうか、そういったようなことですね。だから53条の2だって、ちゃんと除斥期間とか、そういったところまで触れられているか。で、一般論に終始しないで、事例で聞いてるわけだから、ちゃんと当てはめられているか。そういったところでやっぱり差がつきますよ。だから、商標は、やっぱり、なんていうか、どうしても、差がつきにくく見えるんですけど、論点が少ないのでね、特許と違って。特許だと聞いてることが多いので、1個2個こうちょっとこうミスするわけですよね。でそうすると、分かるんですよ、そのミスってるから自分で、これぐらいの点数だろうなとか、点数返ってきた時でも、ああここミスったんで、この点数なんだなって分かりにくいんですよ。分かりやすいんですよ。だけど、商標はやっぱそうじゃないんで、やっぱりちょっと分かりづらいなっていうところがありますよね。だけど、実際その再現を見てますよね。30から40ぐらいかな、毎年見てますよ。で、あと、その返ってきた点数なんかも報告を受けたり、で、あと、直前期の講座で、私、過去問の、再現答案分析編っていうのもやってるので、実際その比べて、ね、この点数、この答案だとこの点数ですみたいな解説もやってるんでね。だから、そういうのやってると分かるんですね。どういうところに点数がついてるかっていうのはね。で、明らかに今の本試験、特に商標法なんかは、数じゃないです。中身です。だから、雑な答案は受からないですね。雑な答案は受からないです、今の本試験でね。ですから、ちょっとそういったところを、気をつけるっていうことも、向こうこの1年間のですね、課題にしてもらったらいいのかなと思いますね。で、あと、特実は問題数が多いので、ある程度、私から見たらですよ、雑だなと思う答案でも、そんな変な点数はついてないんですね。ギリギリなりとも受かってますね。
で、雑な答案とコンパクトな答案は違うので、一番いいのはコンパクトな答案ですよね。コンパクトな答案っていうのは、要件は揃ってるんだけど、一つ一つが非常にこう、コンパクトにまとまってる。まあ、言い方がうまいんですね。当てはめとかもやっぱうまくて。で、そういう練習ってのはやっぱ必要になってくるのが特許ですよね。特許はやっぱり、問題数が多いので、一つの項目の中身を、たくさん書くことがやっぱりできない。物理的にできないですから。で、そうすると、やっぱり、コンパクトに書く練習ってものは、特許が一番、必要になると思いますね。ですので、まあ、特許に関しては、まあ、一つ一つのその項目をコンパクトに、まあ、それもだから大把握なんですよ。ね、聞きたいことに直球で答えないとコンパクトにはならないから、前後、尾びれ背びれをいっぱいつけてるとコンパクトにならないから、だからやっぱりね、そこも大把握なんですよ。だから商標も大把握なんだけど、今のね、特許の問題に対するその留意点っていうのも、やっぱり大把握なんですよね。だからもう、1にも2にもやっぱり大把握で、そこが今の本試験では大事になってくるのかなと思います。で、はっきり言っちゃうと、趣旨問題って題を外すことってあんまないじゃないですか。何々の趣旨について述べようとか、何々について説明せよっていう問題だからね。でも事例問題ってそこぼやかすわけですよね、事例化することで。だから事例問題ほどやっぱりその大把握が大事になるし、で基本問題は皆さんね、やっぱりすごく心配されるんですけど、基本問題に対してね。だけど実際そこで合否決まってないですよ。どんぐりの背比べ。例えばね、特許法なんかで外国語署名出願の趣旨について説明しようとか、国内優先権制度の趣旨とかもね、よく出ますよね。で、ああいう問題に対しては、みんなある程度書けるんですよ。意匠の部分の趣旨が出た年なんかもそうですけど、ある程度書けるんですよ。でも、大差ないんですよ、みんな内容に。で、そこを、いや、私はこれも部分は一歩、秀でてやれと。いっぱい書いてやれと思っちゃったら、今度墓穴掘っちゃうんですよね。それでやぶ蛇になっちゃって受からないんですよ。最近で言うと、商標で40以降3号が出たんですよね。で、あれってまあちょっと予測普通つかない論点じゃないですか。論文で出るというのはあんまり思えないですよね。で、私なんかもね、正直ね、あの年、4一さんが出るなんて思わなかったですよ。だから山手道場なんかでもあれはマークしてなかったしね。で、たまたま、公開模試でマークしてたんですよね。レックの。でも、出題者だって、そう思ってなかったですよ。だから、知らない問題が出た時にでも、なんとか条文を駆使しながら、対処していく力っていうところをやっぱり最後ね、確認したいっていう趣旨で出すことがあるんですね。で、まあ、それがたまたま今回レック、今回というか一昨年ですか、41さんが出た年にね、当てたんですけど、でもそういうのを、なんていうんですかね、もし出てなかったとしても差がつかないと思います。みんな平均的にできなくて終わりで、それ以外の問題でやっぱり差がつきますよ。で、その一昨年は逆にレックの公開模試で出たもんだから、みんな書けるんですよね。みんな書けちゃう。だから、直前系のものっていうのは、やっぱり直前答練公開模試で出たものはみんな書けますから、そういったところがやっぱり、直前のね、やっぱりこう直前形のものって受けなきゃいけない、まあ、理由というかそういうのもあるんですけど、みんな書けてんですよ。で、あの年やっぱりその41さんもう3行で終わってる人が80点取ってるんです。80点近く取ってるんですよ。80点台だったかな。まあなんせうちのクラスで最高点がそれぐらいでしたよ。商標でね。でもその子3行ですよ。3行。ただ、413の当てはめのところはすごく丁寧に、もうこれ以上ないぐらいに、しっかり説明できてましたね。だから、趣旨のところなんかで、そんな点数つかないし、差がつかないんですね。でも、やっぱり不安。
で、趣旨でやっぱりやっちゃいけないのは違うことを書くことですね。別にレジュメ通りじゃなくていいから、内容的に違うことを書いてしまうとやっぱりちょっとまずいので、なのでなんとなくやっぱりそのストーリー的なものは頭に入れとかなきゃいけない。そのあんまりそのしっかり一言一句レジュメを覚える必要ないんだけれども、なんとなくやっぱりこのストーリーは違わないようにしなきゃいけないんですよね。だから私がやっぱり思うに、趣旨やっぱ皆さん不安だし、でなんとなくそのちゃんとストーリー頭に入れるために、自転車でいうと補助輪みたいなものですね、それがあったらいいのになと思って、で今年は趣旨の穴埋めをですね作ったんですよね。だからまあもうね、毎年いろいろ私も手を変え品を変えいろいろとこうやるんですけど、あちょっとごめんなさい、ね、いろいろとやるんですけど、今年はやっぱりその趣旨系とでやっぱり判例系、そういったところで知らないことがないように、皆さんのまあ精神安定剤的なこともあるんだけど、ただその一言一句なんかいらないんだよと、で判例で言うとやっぱりその射程ですね、争点と射程ですから、何を争ってるのかっていうことは分かっても、じゃあそれを判例と同じ結論になるためにはどんな要件が必要なのかっていうことも必要じゃないですか。で、そのためにやっぱりその判例の穴埋めっていうところですよね。判例の穴埋めじゃ、判例のそのどこを覚えていくのかっていうことですよね。そういったところもちょっとね、明らかにしていこうかなというふうに考えてます。なので、まあ、いろいろと毎年ですね、こう考えて、受験生がどうしたら、まあ、楽にって言ったらなんですけど、効率的にインプットできるか、で要はその私から見ると勉強時間すごいかけてるのにちょっとずれてるよね、勉強法とかね、やってることがちょっとずれてるよねって、これじゃちょっと結果出ないよねっていうような、そういうのをすごく感じるもどかしさがあるんですよ。で、やっぱりね、頑張ってる人から受かってほしいですもん。ね、やっぱり長年こうね、講師やってって思うのは、皆さんたちと一緒に勉強することはね、楽しいことなんだけれども、でもやっぱりね、早く受かってほしい。で、頑張ってる人ほどやっぱりね、早く受かってほしいですよ。だけど、やっぱその頑張りがうまく点数にならない。そういったところにやっぱりもどかしさを感じるので、でなんとかやっぱ毎年毎年手を変え品を変え、どうしたらそのこう自転車の補助輪じゃないんですけど、まあ、うまく手助けができるのかなっていうことをね、考えてやっています。で、今年はそういったことを、まあ、特にちょっと補助輪的なことですね、それを重視したコースになってますので、まあ、ぜひ一緒にトライしていただければなと思います。で、あと弁士国政には毎年やってるんですけど、フォローアップ相談会なんかも実施していこうと思ってますので、まあ、ぜひですね、たくさんの方にご参加いただいて、で充実したですね、1年を過ごしていきたいなというふうに思っています。はい、では、これで私からの、お話は以上になります。では皆さん、開講でお会いしましょう。